はい、ハルです。今回はですね、ちょっといつもよりも大きめなキャンバスを使って絵を描いていこうと思います。今回はね、コメントでも来てた夕日の海でクジラの尻尾だけが出ている絵を描いてほしいということでね、ああ確かにそれいいなと思ったので、使わせていただこうと思います。コメントくださった方ありがとうございます。はい、久々にね、イーゼルを使って描いております。これサイズがですね、M の10ですね。私はね、基本的にいつもちっちゃい色紙とかはがきサイズとかが多いので、やっぱりね、たまにこういう大きな絵を描くと楽しいし、モチベーションも高まりますよね。まあ環境的に私ね、狭いんですよ、この描いてる作業場が。なので本当はね、100号とかでかい絵描きたいんですけど、まあなかなかね、そうもいかないので、まあ近々ね、どっか汚してもいいとこ借りたりとか、まあ、もしくはもう自分のね、画廊を持つために場所変えたりとかしながら、どんどんね、でかい絵も増やしていこうと思います。美しいっていうのをもう特に意識しながら描いていってます。なので雲とかもね、いつも細かく描くことが多いんですけど、この背景が筆のタッチをがっつり残してるので、雲とかあと海の部分も結構ね、筆の流れっていうのをそのまま残しております。で、夕日も赤だけじゃなくて、黄色とかね、白、青、紫とかも使いつつ、こうパッと見は夕日だってなるけど、よりね、細かくいろんな色が見えてくるような画面になるように頑張って描いていってます。はい、そんなこんなで、クジラさん描いていくんですけど、やっぱりね、本物見たいなってめちゃめちゃ思いましたね。このスケッチを撮るがために、このクジラさんのワンシーンが見れる海に行きたいってめちゃめちゃ思いました。まあそう簡単にはね、見れないんですけど、まあリンゴ1個確認しても、やっぱりね、ネットで調べたりするのとは全然違うので、まあ、本物をね、購入した方がいいですよね。お花とか描くときは、私は基本的に、100均でね、造花を買って、それを見ながら描いてます。それもね、本物がいいんですけど、私めちゃめちゃ花粉症なんで、なかなか本物は置けないんですよね。なんで、まあ買える範囲のものはね、実物を置いて見ながら描いていってます。はい、ということで完成しました。自分でもね、結構迫力が出たんじゃないかなと思って、お気に入りの1枚です。クジラの部分とこの背景のコントラストをね、かなり強くしてるので、まあ目にね、スッと入ってきやすいんじゃないかなと思っております。じゃあ他の動画でもお会いします。みんなも画力上げていくために一緒に頑張っていきましょう。バイバイ。